ね、駆けけ出出しの方というう話も出た思んですけど,ど<う>あの宮原さんの方から最後にですね、これから翻訳者を目指したい方とか、駆け出しの方に何かメッセージがありましたら、よろしくお願いします。<laughs> <laughs> 何ででもいいですそうですね、僕はあの先ほどの,その自己紹介からずっと話が上がっている通り、そり、経済とか商業系の会計関係の方から翻訳者に。 なったったてもうそこからはっきり分かる通り、そり英文化に行かないとだとか、うん、その外国学部に行って勉強してないとなれない仕事ではないですね。何がきっかけでその翻訳の仕事をするかっていうのはまあ人それぞれあのきっかけが異なると思うんですけど、うん、それこそあのもちろん工業に行っている方が後から英語を勉強して でもも翻訳者にもなりますし、うん、あの医薬業界にはいたけれども外国語が不得意だという方でもその業務の経験が生きる。 活かせるっていうう仕事だと思うんですよね、うん、で僕ももちろんその今でこそちょっと会計関係の翻訳の仕事も下さるようなところも増えてきたんですけどもともとがそのメーカー上がりだったので、うん、だから商業とメーカーと来て、まあ、結局今翻訳書の仕事はしてるんですがだから外国語学部で勉強したっていうそういうあの経歴はないわけですよ。うん でもこうなりたいって思えばそういう全然違うところから翻訳者になることはできるっていうのは一つあの自分がこう実現して実証したところかなと思うのでこうだからこうそういう翻訳者とか通訳者とかあの社会人になってからやっぱりなりたいなって思う方っていると思うんですけどそうした時に振り返ってでも外国語の学部行ってないしな。 っていう方、多分中にいると思うんですが、そんなのは全然関係ないので、まず、うんうん、はまあ、思い立ったら、そのために必要な勉強をすれば叶う、うん、そういう仕事だと思うんです。だから、それがあの伝えたいメッセージかなと思います。だから、駆け出しの方とかも、うん、あの、こう、いろいろ自分がこだんだん生活に使えるが稼げるようになるかなって不安に思ったりする方もいるかと思うんですけど、うん、あの、そういう過去の経歴っていうよりかは、その時にも自分がしている。 勉強だとか、あとは過ごしてきた仕事の経験とか、うん、いろんな範囲であの活かせる、そういういい仕事だと思うので、うん、ぜひあのこれからも勉強の,あの手は緩めずに継続して頑張っていただいて、うんあの、今後も活躍してもらえたらいいなって思いますし、うん、あとはそういう方のために僕も何かあの情報提供とかできたら嬉しいなと思います。うん、はい、ありがとうございます。 今日はもう貴重な話いっぱい伺えて、ね、テリーさん。すごい楽しかったです、ねはいう。もう私、早く配信したい。<laughs> 宮原さん、今日は本当にありがとうございました。こちらこそありがとうございました。はい、テリーさんもあり,あ,りありがとうございました。はい、ありがとうございます、えー。すごい、なんかこの話たくさん聞きたい人いっぱいいると思う。うよくなんかツイッターで。すごい緊張した。 翻訳者になるためには専門から入った方がいいのか語学から入った方がいいのかって書いてあっていや二者択一じゃないでしょうって、ね、そう、ね、いつも思っててねそういう人たちにぜひこの見てほしい今の最後のメッセージは非常によかったです良かったですね。